やるか、今日3戦目。やりましょう。あ、もうヘトヘトですけどね。3、4回やると本当に疲れるね、これ。そうね。一応4回やってんのか。4回目だ。とりあえず、文字数をヒントとして出すのと、あと、架空の国の大統領を書くのはダメね。もう実際に世に出たものを書くってことね。そうです。我々から初出のものは出しちゃいけないということですね。そうですね。まあ、最悪の場合を除いてね。最悪の場合は仕方ないけど。まあ、おっつけ役はね。なんかタッチペンの書き心地が違う気がするんだよな。あー、以前に比べると、最盛期に比べると。そうなんだよ。小田切城時代に比べるとか。小田切城書いてたお前だけどな。確かにね、なんかちょっとね、いろんな部分に違和感は感じますよね。うん、こんなにガミの絵わからなかったかな俺って思う。そうなんだよ。俺から君が伝わらないんだよ。多分俺がひどいんだよ。そうだね。それもあるかもしれない、うん、俺のテレパシー力も落ちているかもしれない。じゃあとりあえずやりますよ。やりますよ、うん、よくしていこう。先行がいいな。俺も先行がいいな。あ、だめか。お、先行だ。はぁ、なぁから。なぁね。歯で終わるのむずいな。頼むよ。行くぜ。任せろ。なぎょうとかガミかけるやつあんのかな。ある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 。大丈夫かな。なんだろう。人物だよな。分かるんじゃない。分かんないよ。なんかね、一人、え、うん、一人重い。あ、それなんだろう。それ服装はなんかあんのか。服装別に関係ないか。服装はあまり関係ない。格子柄かい。そうそうそう。分かったでしょ、うん。一応文字数確認してから書き始めるけど。じゃあ急いで打つわ。どうかな。いやでも俺ら世代は好きなはず。うん。いや今の世代でも普通に知ってるんじゃない。今でもね全然活躍してますからね。これはちょっと今日会心の出来だな。本当に？うん。ん？ああ。まあ、なんで前そういうの書いてくんなかったの？いやいや、前はこの系統は書いてねえから、俺。ちょっと口の位置が上すぎたけど。いや、でも、すごい、もう、口と目とアンテナでわかるわ。うん。うん。あとは文字数かな。素直に終わらしてるのか、なんかバリエーションなのかっていう感じ。なるほど、うん。俺も一応文字数を確認してから行こう。いや、素直に行くよ。うん、俺も。うん。人物かな。鳥か。いやー、その頭部でピンときてないっていうことは。え、あーあー、わかった。来たでしょ。うん。どういうあれなのかが全然。あ、やば。何文字だ。ちょっと待って、急いで打つから。うんうん、はい。あ、はいはいはい、大丈夫大丈夫、うんうん、大丈夫でしょ。ヒーローでしょ。
いや、すごいうまいと思う。本当に？うん。ああ、はい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 。わかったわ。目で、目と顔で。いや、またあの一族の人かと思ってさ、疑ってたんだけど。今回は太陽いらないだろ。いやー。やっぱこれあれだな、普通にやってるとこの文字が多くなるな。まあいろいろあるからね。あ俺追っつけないといけないんだよな。なんだろう。ああ、これやばいかもしれないな。え？うん、これはね、ちょっと書き直したいぐらい。書き直せるかな。今からなんとか改善してくれ。いや、書き直しは無理だろ。なんだ、なんか特徴、え？ヒント、ヒント。わかんないよわかんないよ。これはね、全然画力足りなかったな。え？ああ、わかんないね。さらに歯につなぐのはあんまり浮かばないな。5文字か。そうなんだよ。また架空の人物書いてないかい。うん、でもやっぱそれが誰かは分かんないけど、なんか人の人物絵とかうまいよね、君ね。人間だと分かる絵を描くのがうまいよね。誰？あ、間違えちゃった。名前間違えちゃった。歯につなげないといけないことを忘れてたわ。これあのヘッドポップ大統領。また大統領なの？マンゴビノも大統領。マンゴビノ大統領の次の大統領ですね。ゴラスト共和国の。歯じゃねえし。マンドリルじゃねえんだよ。まず霊長類ってわかんねえんだよ。あのさ、後ろに人とドリルが書いてある。最悪だよ。マンドリルなんだよ。いやー。いや、ちょっとあの顔の感じ描けると思ったんだけど、全然描けなかったな。最初はヨッシーの足かなと思ったんだけど。もうね。いないね、マカラは。南原清隆とダルビッシュ有は伝わったか、やっぱり。やっぱりっていう。いや、相当すごいと思うけどね。隣うっちゃんでしょ？そうだよ。うっちゃんちゃんと鼻でっかくしてあるでしょ。知らないよ。なんちゃんとダルビッシュまではな。やっぱ5枚目は重要だよ。そうだね。最重要説あるよ。大混乱だよ俺も。魔を仕入れとかないといけないな、次までに。そうだね。マハジマリが弱いわ俺。マハジマリは多いです。なんとかマンは多いからね、やっぱね、うん、書きやすいしね。ボーズマンを書いたのがいけなかったな。まあね、まあ。あと書けるとしたら俺はマイトガインしかなかったんだよ。
マイトガイン厳しいなでしょ。マンドリルとマイトガインで迷ってマンドリルに行ったマイトガインはわからないだろうな。ほら可能性はあったってことじゃん。あー今マンドリル見てるけどもっと重長だね。反省してマンドリルの品質を上げることを努めてくれ。分かった。マンドリルはいずれ忘れた頃にリベンジする。忘れがたいよもう。いやちょっとね、ヘッドボップもだいぶひどいけど。お前のせいだけどな。もうやだヘッドポップなかったことにしたいな。ここ10年で一番なかったことにしたい記憶だな。ひどいな。文字も違う資格だしっていう。もうやだな。まあちょっと一回やめにしましょう今日は。そうしましょう、うん、疲れるね。でも一応を強化しといて、あの最後のおっつき役で罰がついたのはシリーズ中初めて言っておきますが。そうだね。あんなにつなげてきたのに、スウェーゾーの王とかヤンバルクイーンの家で、そうなんです、接続詞とかまで使ってたのに、うん、ついに罰がついたからな。正直あのヘッドゥまで行ったところでもう何でもいいやっていう気持ちになった。